こんばんは、てです。今日は引っ越しのバイトについて語りたいと思います。引っ越しのバイトは、日雇いバイトで大学生の時に1日体験しました。本当にきつかったですね。あれは確か8月のもう本当下旬で、夏休みの後半だったと思うんですけども、まずその1日を紹介したいなと思います。自分確かその土曜日前日アニカラオフに参加したりして、こう結構夜遅くまで遊んでて、午前、2時ぐらいまで確か起きていて、で引っ越しのバイトなんで東京なんでやっぱ早かったんですね。で起きたのが、6時ぐらいだったと思うんで4時間ぐらいしか寝てなかったんですよ。で、そっからというもの、いろいろ現地に行くっていうことで、電車で行って7時半ぐらいにはもうその現地着いているっていうことでいました。食べたりもしてたんで、最終的に7時半ぐらいに着いて、で作業開始っていうことで、ここからがミソなんですけど、やっぱ作業を開始してまずその結構いかつい、こわもてというか、すごいやっぱ DQN っぽい人が相方だったんですけども、運転手の人すごかったですね。もう段ボール、このフルの段ボール3つぐらい持って、普通の人が階段駆け上がるスピードの倍以上でしたね、速さが。もう当然前なんか見えないですから、素人の自分なんかも全然ついていけませんでしたし、初めて見てちょっと衝撃を受けた中で、自分もそうしろっていう風に言われたんで、なんとかついていきましたけど、それもちろんね、もう15分ぐらいでもう逃げ出したくなるような感じでした。ただ頑張ってね、1軒目終了したと思ったら、すぐ近場でね、今度降ろすっていうことで、休みなくね、降ろしました。であれしろこれしろって言われても、実際のものも分かんないし、ちょっとね、3階とかだったんで、3階から下ろして 3階から持ってきて3階に下ろすとかでしたし、単身の人がいなかったんで冷蔵庫とかものすごいでかいんですよ。それを2人で持つって言ったらもう容易じゃないですよね。当たり前ですけど、はい。でそういうのを午前中だいたい持ってきて下ろして持ってきて下ろしてを確か2件やりました。で午後ね、1件行ってね、はい。で午後ちょっとね、きつかったんで、さすがにこれやばいんちゃうかみたいな感じで思われて、ちょっとダメならやめてもらっていいんだぞって言われて、はいっていう風に言って、その担当の運転手の人がね、本部の方かなんかに電話したんですけど、ちょっとそこでやめられても困ると思ったんでしょうかね、続けてくれっていう風に言われたんで、続けました。
ただやっぱり最後そこは思ったんですけど、もう一件あったところで最後7階上げかなんかだったんですよ、エレベーターなしのね。もうダメでしたね。もう最初数回もう行って、あの数回こう物持って行って倒れましたね。その引っ越し先のうちのところで、アパートのところでもう倒れました、本当に。はい、あの引っ越し先の人のうちでもあの水用意してもらって、はい、これはちょっと本当に死にかけたなっていうところはありましたね。はい、だけどまあある意味続けようと思えばもうちょっとできたかもわからないですけど、まあちょっとこれ自重した部分もあって、まあちょっともうこれはまずいぞと思って、倒れた部分もありました。で実はそっからまたもう一件ぐらいあったみたいなんですけど、あのもうさすがに変わってもらいました。はい、あの結構手慣れた人が空いてるっていうことでちょっともう変わってもらいましたね。それがちょうどもう5時ぐらいになってたんで、まあ、8時から5時ですから、あのもうちょっと残業なんて冗談じゃないっていう感じでしたし、体力的にももう絶対もう続かないなと思いました。そんな引っ越しのバイト、当時の時給でいうと1000円でした。まあそれなりに高いなと思いましたけど、まあ割に合わないと思います。夏の引っ越しはねやっぱ本当にきつかったんで、まああれを経験したら本当どんなことでもそんなに大したことないなと思うぐらい本当にしんどかったですね。でまあ合間合間はあのその運転手の人と、まあ、野球の話とかして盛り上がったところもあったんですけど、まあ基本的にきつい人だったんで、あのはい、段ボール最後もう持てなかったんで1個で上がってたらもうすっげえ怒られましたし、もうこんな体験はしたくないなと思いました。都会の引っ越しはとにかくきついんで、引っ越しのバイトを選ぶ方はね、注意してほしいなと思います。以上です。